さてさて、ファンキストの皆さん、今日はフェアリーテイルの曲をもう一曲、実は歌っていただけるということで、はい、あのフィートという曲を、はい、あの僕ら作ったんですけど、はい、そのフィートを歌っていただくんですが、なんと本日は、CD の方でギター参加されましたマシマ先生と、はい、コーラスに参加された西本先生が駆けつけてくださいました。どうぞご登壇ください。どうぞ。あ、こんばんは。よろしくお願いします。はい、すごいすごい、すごい、フェアリーテイルと申しませんからが。それでは準備の方がよろしければ。大丈夫かね、準備。あ、じゃあ真島先生どうですか。はい、本日はこのスペシャルなメンバーでもう一曲歌っていただけるということでございます。はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあ続いての曲お願いいたします。はい、聴いてください、フィート。
どうして原作の先生が入ることになったんですか？はい、1回目スノーフェアリーという曲で一緒にやらせていただけることになって、はい、で欲が出ちゃって、欲が出ちゃって2回目リードやらせていただけるって決まった時に、はい、ビデオレターを勝手に作って、で真島先生に僕ら送ったんです、はい、一緒にコラボレーションしたいっすって言って、真島先生がギターを昔弾かれてたっていうのを能島で読んで知ってて本当に俺マガジン読んでるありがとうございます、はい、それであの言ったら真島先生がぜひやろうって言ってくださって、そうですね、はい、でその現場に西本先生も来てくださって、はい、あの頼んでもないのに、いや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 違いますよ求められてきてる、ありがとうございます。あとちなみに今日西本先生はここに来るまで声の予防って言ってマスクをしてましたからねどんだけプロフェッショナルなんですかこれはこれは当然でしょうやっぱりね、喉大切です、ありがとうございますプライベートでもよく会ったりなさるんですか？あのライブに遊びに来ていただいたりとか、やっぱりライブに遊びに行った時は出たりとか、あのまだ一回今日初めてなんですよライブで、あーすごーい、そうですね、すごい良かったです。え、ちょっと待って、デビューがパシフィコ横浜ですか？はい、そうです、めっちゃ違うっぽい、大阪だー。お二人いかがですか今日？どうでした？緊張しましたね。普段暗い部屋で絵描いてるだけなんで。そうですよね。ありがとうございます。いかがですか？マスクをされてたということですが。結構声出ましたね。はい、もう一曲くらい大丈夫なんです。じゃあもうそれは、ね、今度またコラボ期待しちゃいますね。西本先生、ちなみに今日のはもう島になったりとかするんですか？実は今日もあの取材として行かせていただきます。すみません、ありがとうございます。わあ、なんかどのくらい先になるんですか、そういうのって。1ヶ月とかですか？すごい楽しみなんですけど。もうあ、いつでも掲載になるのかななんて。はい、どうなんですよ、毎週読んでたらそのうち読めるということで、はい、そうですね、はい、待ってください。携帯がちょっとすいませんごめんなさい、ごめんなさい、はい、ということで、目が離せないことですね。はい、本日はスペシャルなメンバーで、参加してくれましたファンキストさんと真島先生、西本先生でした。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。MP3 プレイヤーにもう俺今の2曲は入っててガンガン聴いてたんですよね。